で焼きそば作ってんだよ。またあった。じゃあ僕はこれを飲んで休んでるんで。でここまっすぐ行けば古い八尾福行くんだね。そう通るよ、古い八尾福。さあ意味不なこと言いましたね。古い八尾福。あバカみたいな、あんなとこでピーマン買わなきゃよかった。ピーマン、うん、鶴屋でさ、あんなに入って100円だもん。もう絶対八尾福だよ。あ、うまこれ食べる。本当はこれを左に行ったところが台風で崩れちゃったんで道がなくなっちゃった。うん、なんか覚えてるよ。大丈夫、ちょっとその脱いじゃおこれにくれ。はい、ドーナツ？あ、これ？トモエ。うん、俺も聞いたことない。トモエなんてパチンコ屋としか聞いたことないよね。何の？トモエのパチンコ屋って聞いたことあるけど。私トモエってばソロバンしか知らない。トモエのソロバンって。はい、アンドーナツ。食べたいの？人が食べてるの見れば絶対欲しいなら。はい、はよ言えや。いいけど。はよ言えや。はい。丸1万円の軽自動車って何キロ手汚れるよそれ。
そこにティッシュあるやし、うん、うん、美味しいよね、これ美味しいけど、手折れるから。いいよ、いいよ、僕も置いてあげる。あー、もうめんどくせえ。じゃあ、お前変なこと言うかないわ、このばあさんはよ。落ちるよな、そこへ置くのがいいじゃん、それ僕、滑るね。あ、ここのセブンが潰れてあったな。テナント募集所。県民じゃなくて東京都民になっちゃったんで興味ないんです。上田のことなんか興味全くございません。わかりますか、こういうことなんですよ、引っ越せって。わかりますか、ガリソン。お高いね。こんな大きいニトリあるし。やっぱり今のセリアにも急須なかったわ。なんか鳴ってるよ。どこで鳴ってんの？あ、俺のバッグだ、ちょうだい。今電話じゃなくていいじゃん。バッグだ、そのままちょうだいって。会社からかよ。会社じゃねえと思う。だいたい080。知らねえ。え？登録してないナンバーだ。080
ってな、見てやるから。 A ババ080だよ。まあいいや、0806939-8420。 違う、電話番号。